アルフレッド・カセーロは、アルゼンチンのコメディアン、俳優、音楽家、歌手。ブエノス・アイレス州、ビセンテ・ロペスに生まれる。エルマノス・マリスタス小学校で学ぶ。幼年期から、青年期にかけては多難な時期で、早くから働く必要があった。マルチな才能に加え、ダイビング、ヨットをたしなみ、健やかに暮らしている。ナザレのギエルミナ、ミネルワという三人の子を持つ。 1994年に、ハリバ・ファイバーグラス・セレナイダーズというバンドを組み、ゲシュタンド・ラ・ハリバという曲をリリース。2000年には、アルマでカメオンを発表している。2001年、アルバム、カサエリウスが大ヒットする。このアルバムには、日本のバンド・ザ・ブーンの楽曲をもとに構成した曲が収録されており、その中でも、島唄が現地のラジオ局で、 大いに支持され、大ヒットにつながっている。ただし、歌詞の意味がわからなかったため、日本語原始のままカバーしている。アルゼンチンで、島唄がヒットしていると聞いた、ザブーンの宮沢和文は現地へおもき、アルフレッドと出会う。楽曲が無許可による、カバーリリースであることを、アルフレッドは告白し、ラジオから聞いて、ぜひカバーしたいと思ったが、 どこに申請すればわからず、そのままカバーしてしまった。こんなにヒットすると思ってなかった。売り上げはすべて払うつもりだ。と謝罪したが、宮沢は、遠いアルゼンチンの地で、たくさんの人に聴いてもらえたことに、大いに感謝し、これからも歌い続けてほしいとカバーを承諾する。これがきっかけで、宮沢はアルフレッドを日本へ招待した。正式に、日本版がリリースされ、 来日も果たしたアルフレッドは日本の音楽番組に出演し NHK のポップジャムでは観客全員が総立ちで盛り上がった大晦日には第53回 NHK 紅白歌合戦にアルフレッドカセイロザブーン名義で初出場しエブリーリトルシングを対戦相手としてシマウタシマウタを熱唱した2002年にはザブーンの 島歌が 2002FIFA ワールドカップのアルゼンチン公式ソングに採用され、同年6月には国立競技場にて日本チュニジア戦のパブリックビューイングのステージにてザブーンとアルフレッドがサポーターと共に大合唱した。ありがとうございます。